アニメロサマーライブアニメソング史上最大の祭典アニメロサマーライブアニメソング史上最大の祭典アニメロサマーライブは NHKBS プレミアムで2013年から2017年にかけて放送された特別番組。正式タイトルは、西暦年号が入りアニメソング史上最大の祭典アニメロサマーライブ 201X となる。2019年はアニソン プレミアム。プレゼンツ豪華祭典。アニメロサマーライブとタイトルを解体し、2019年12月1日から12月15日の3週に、わたって放送された。アニメソング界のトップアーティストたちが、一堂に揃うアニメソングコンサートの最高峰、アニメロサマーライブのステージの模様を放送する、特別番組。2013年から開催約2ヶ月半後の11月。 中旬から複数回に分けて放送されており、2013年2017年は1日に月1周2時間枠を3週間、2014年から2016年は1日を前後編に分けた合計6週間で放送された。また、2017年は塩沢大輔アナウンサーらによるライブの裏話を取り上げる副音声企画も実施。放送される曲目は基本的に コラボレーションの大半の楽曲、主要歌手から2曲ずつ、その他の歌手から1曲ずつとなっている。2018年のアニメーロサマーライブは、BS 富士が主催に入ったため、ライブ本編を扱う、特別番組は同局に移管されたが、2019年のアニメーロサマーライブは2年ぶりに BS プレミアムでの放送となり、タイトルも開題となり、2019年冬に放送予定である。 ことが2019年7月7日のアニソンプレミアム内で発表された。なお、2018年は事実上の代替番組としてアニソンプレミアム2018が12月29日に放送された。再放送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 、再放送放送日情報の括弧内は公演日。 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2019年。ありがとうございます。